坂江和人は、日本の元レスリング選手。元全日本女子、レスリングヘッドコーチ。元イタリ学館大学健康科学部健康スポーツ、学科教授。同大学レスリング部の監督。鹿児島県奄美市笠り町よろずや出身。奄美市立赤木名中学校。鹿児島商工高,高等学校。日本体育大学体育学部体育学科卒業。マネジメントは、 エイベックススポーツ株式会社。身長166センチメートル。血液型 A 型。イタリア学館大学レスリング部の教え子に48キログラム級の伊調千春、小原瞳、戸坂恵里、55キログラム級の吉田沙織、63キログラム級の伊調織、河井里里子、69キログラム級の土星皿など、多くのオリンピックメダリストを送り出している。 また娘の坂江希和もイタリ学館大学出身のレスリング選手。2018年1月に伊調ルの代理人により坂江監督からパワハラを受けたと内閣府公益認定党委員会に告発状が提出され3月に週刊誌がこれを報じた。坂江や日本レスリング協会はこれを否定したが第三者委員会が設置された。 4月5日に協会に調査結果が報告され、パワハラの事実が認定された。坂江は混乱の責任を取る形で、教科本部長を辞任した。同年6月には、イタリ学館大のレスリング部監督を解任されたものの、翌年12月に監督に復帰している。テレビ朝日系の正月特番、夢対決、トンネルズのスポーツ王は俺だ。スペシャルに、吉田沙織と共に、 卓球対決にたびたび出演している。ありがとうございます。